2023年6月23日伊東温泉競輪場。今回は岡山県の120期生ガールズ競輪の宮本京香選手のレースを観戦しに来ました。昨日の競争で6着だった宮本京香選手の本日の伊東温泉競輪場最終日の出走レースは第5レースの L 級ガールズ一般戦。白の一番車、熊本114期の橋本佳也選手を先頭に、選手紹介のため第5レースのメンバーがバンクに姿を現した。このレースが競輪選手生活で最後のレースになるかもしれない。岡山県120期の宮本京香選手は左から2番目の黒の勝負服の2番車。このレースの結果によっては彼女は競輪選手を続けられるのだろうか、競輪選手の強制引退の退社制度は退社対象選手の成績によってその順位が激しく入れ替わるため、彼女が競輪選手を続けられるかどうかは審査期間が終わるまでわからない。このレースの本命選手は黄色の勝負服の5番車、東京110期の板根彩選手。今後の進退がかかっているこのレースで宮本京香選手はどのような気持ちでそのプレッシャーを克服しているのだろうか。鳥取県初のガールズ競輪選手の宮本京香選手が競輪選手としての登録地を岡山県にして一人暮らしで練習に励んでいる理由は、鳥取県と岡山県の古くからの地域的な事情なのだろうか。鳥取県で競輪選手になると競輪場もなく練習仲間もいない環境により、登録地を岡山県にし岡山県で競輪選手生活を送るという慣習のことを、鳥取県で競輪学校の試験に合格し岡山県登録でデビューした選手からその話を聞いた。このレースで現役生活を続けられる結果が出せなかったら宮本京香選手は一人暮らしをやめて岡山県から鳥取県に戻るのだろうか、それとも岡山県に残るのだろうか。岡山県の就職事情とガールズ競輪選手引退後のセカンドキャリアと再就職事情がどのようなものなのか把握できている人間はいないのかもしれない。中学生の時にアスリートの育成プロジェクトに参加し、そこで自転車競技を体験して自転車競技部のある高校に進学した宮本京香選手は当初は大学進学を考えていた。しかし2018年の全国高校選抜で競輪に出場し準優勝したことによりプロになろうと決意した。そして高校3年生で競輪選手養成所の試験を受けて合格した。合格後はこの伊東温泉競輪場の近くにある日本競輪選手養成所に入所し全寮制の生活を送った。そして1年の全寮生活を経て2年前の2021年5月に静岡競輪場でデビューした。そしてそのデビュー戦から今日
183回目のレースに臨む。これが競輪選手生活最後の選手入場になるのか、それとも選手生活を続けられるのかは、このレースの結果で大きく変わる。黄色の5番車、東京110期の板根彩選手を先頭に、水色の4番車、熊本120期の中村凛香選手、赤の3番車、愛媛県102期の松尾友香選手と続く。各選手は発走台に自転車を固定すると、姿勢を正して一礼の号令を待つ。乗車してください。そして自転車にまたがり、レーサーシューズとペダルを固定するベルト、クリップバンドを締める。深呼吸を繰り返し、天を仰いで気合を入れる宮本京香選手。その姿からは諦めていないのがわかる。バックストレッチから誘導員がスタートした。いよいよ運命のレースが始まる。黒の勝負服の2番車、宮本京香選手は内枠の利を生かし、黄色の勝負服、本命の5番車、東京110期の板根彩選手の後ろという絶好の位置が取れた。この位置なら脚力を温存して最後の直線勝負ができる。残り2周のホームを通過した。間もなく残り1周半の鐘が鳴る。ここで誘導員が退避したことにより、前受けをした黄色の5番車板根選手が逃がされる形になった。仕掛けのタイミングを見計らう選手たち。そこへ3番手から水色の4番車熊本の中村凛香選手が一気に仕掛け、黄色の5番車板根選手と踏み合いになった。水色の4番車熊本の中村凛香選手の勢いがいい。しかし5番本命の板根選手も負けてはいられない。黄色の5番車板根彩選手が内で突っ張り切る。黒の2番車宮本京香選手はその後ろにつけている。このまま行けば、しかし黒の2番車宮本京香選手の外側には突っ張られた水色の4番車中村凛香選手が粘り強く踏み込んでいる。ガールズ競輪では体当たりをしたら失格になってしまう。ここは我慢するしかない。そしてそのまま板根選手が押し切り、5番4番2番の順でゴール。宮本京香選手は3着。結果を言ってしまうと、宮本京香選手はこのレースが最後のレースになった。2018年の全国高校選抜で競輪で準優勝の成績を収めてプロになる決意をした少女は、その3年後にプロとしてデビューして、その2年後のこのレースを最後にプロとしての選手生活を終えた。彼女がこの先
どのような道を歩むのかはわからない。大学に進学せずにプロの道に進んだからこそ、ガールズ競輪を経験できたからこそ、素晴らしい道が見つかったと、そう言える道が彼女に用意されてるのではないだろうか。彼女は確かにこのガールズ競輪のプロの舞台を精一杯最善を尽くして走っていた。